西日本勢に並んできた5番の立花、山本と立花、山本が突っ張っていって主導権渡しません。西日本勢の4番手追走、6番石川秀明ですが、もう一度仕掛けました5番立花翔也、今度は西日本を叩いていっての主導権です。6番石川は切り替え含みで、今度は3番林成人を遮断しながら西の3番手に追い上げますが、仕掛けが早い、まくり返しは2番山本博明、発水勇気少しダッチに置かれ気味、立花翔也が飛びつき加減になっていて、発水はそれでも2番手をキープとなっている。立花は決められて3番手立て直しですが、切り替えている1番須藤直道が3番手前を追いますが、独走になった2番山本博明、発水勇気いっぱい、そして関東勢1番須藤直道と4番樋口栄、これら2着争いだ。先頭は2番山本博明降臨、2着は接戦、1番須藤直道か4番樋口栄斗か。